だからなんか濁しますね、だいぶ。ああ、なんだろうな、うん、でもね、なんつうのかな、そのメソッドの方に目がいっちゃう、どうしても。ああ、やっぱ職業柄っていうのは。職業柄なんだよね。だからそのなんか多分映画監督がカット割りとか構成とか脚本家が流れとかそういうの考えるように、やっぱりそれくらい洗練されてたっていうのが、まあ第一のこう、だからそのよくできてるがゆえに、あの分析してしまいがちっていう か、 だから逆に言うとキャラクターに入れなくなっちゃうっていうくらい、なんていうのかな、構成なりなんなり、その漫画の作り方としてよくできてたなっていうのがやばい感じだったね、なんか。まあこんな話を後半に、後半というか、大体ざっくり言って8時半ぐらいから黒子のバスケ、スラムダンクの向こう側みたいな、そういう話を。サブタイトルスラムダンクの向こう側。そして取り付いてる妖怪の名字は井上かみたいなやつもちょっと。また妖怪だ。あ、ごめんなさい。タケニャン。妖怪タケニャンがついてるのかとか、そうじゃないのかとか、あと前回の放送見て聞いたわけなんですけど、はいはいはい、すいません。ジバニャンが大きい。あ、ジバニャン、すいません。なんか何でも妖怪にするブームなんで、何でも妖怪にしてみたいなって。タケニャンね。井上タケニャン。で、ジョーチニャン。ジョーチニャン、すいません。だからその、ジョーチニャンってこう解説しますと、はい、藤巻先生っていう作者なんですよ、あの、うん、黒子のバスケの作者なんですけども、うん、この方が上智大学出身ということで、うん、で、あの事件がありましたね、うん、漂うジョージフレーバーっていうのがやっぱり多分今回のポイントの一つじゃないかな。それちょっと僕分かんないんでだいぶ突っ込んでいくと思うんですけど、はいはいはい、それがまあとってもそなんていうんですか、ジョブズも妖怪だったソフィーの、あ、そう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 、見てくれてありがとうございます、ありがとうございます、あの、スティーブニャン、スティーブニャンなの。なんとなく喋ってるね、ごめんね。なんかちょっとテンション高いですね。あ、そう、ちょっとね、クロコショック、あ、つうかね、違うんだよ、あのね、前回があの進撃だったじゃん。で、進撃って迷える若者の内面にこう付き合わされる旅になるわけじゃん、はいはい、で今回はそのなんていうのかな、すごい爽やかな青春だったでしょ、その落差にちょっと酔ってるみたいなところはありますよね。はいはいはい、本当になんかそうそうそう、で、進撃は、うんうん、どうですか、もう語り尽くしました。あ、ごめんなさい、言っていいかな、あの進撃ちょっと言い足りなかったことがあって、いいですか。で、いいですかって。あ、いいですか。いいじゃん。進撃でどうしても言い忘れたことがどうしてもあって、で、進撃の壁と向こうに巨人がいるって、すでにその壁を越えて巨人が来るって話じゃん。で、その壁って一体何でしょうって、壁の象徴するもの、メタファーみたいなものの話を随分してて、でこれはデスクトップでみたいな、向こうがリア充でみたいなこと、勝手なこと言ってたんですけど、あ、もしくはこれがまあ大学とか学校とかで、向こう大人社会みたいな、だから大人社会に行ってもあのみんな殺されちゃうんだみたいな気分みたいなものとかを言ってたんですけど、やっぱこれ忘れてたけど、やっぱその憲法第9条はダメ、外せなくないっていう気がするんですよね。なんかだからその、やばいこと言ってるかな俺、あの日本って九条と、まあ、そのなんかに守られた、そのなんていうかな、ディズニーランドだ、アメリカが作ったディズニーランドだった説っていうのが前からあってみたいな、それのだからディズニーランド的な、なんかその、あのお金だけ儲けてればよかったっていう、国防は人に任せるみたいな、そういうその国の時代の終わりみたいな感じで、それでなんかその、あの巨人はアメリカみたいな感じもあるかなと思ったけど、壁の中から巨人が出てくるっていうと、この壁って米軍みたいな、そういう感じですよ。でこれを言わないのはなんかなみたいな感じって思って、なんかこれちょっと言わせてたようなもやもやもやしてたような、あ、結局俺たち米軍に守られてるようなと、だから それを作った前の世代がどうのっていうのと、これがすごいよく重なってて、でこれがだからやっぱ時代感っていうか、その時の気分っていうか、この冒頭から、はい、すいません、あ、ごめんなさい。そう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 、ついてこれてます、はい、あ、ちょっとすいませんでした。そうそうそう、それをそんなことを前回随分話してたと。そうで、あと何だっけ、あの何だっけ、伊佐山先生が結婚したら、あの、あ、 OK だ、あ、 OK、 な、あ、 OK なんだ。で伊佐山先生が結婚したら、そのウォールが、その何て言うかな、壁がウォールワイフに変わるんじゃないかみたいな、くだらないこと話してたじゃん。で それがウォール税金になるんじゃないかとかで言ってたんだけど、結局ウォールデビュー作が一番かなみたいな話も、まあ、あるよねっていうことで、頑張ってほしいなみたいな。それもちょっと、その応援もちょっとしときたかった。なんか読んでて、そのなんていうのかな、彼の辛さがこう伝わってきて、それのなんかこう後遺症で酔ってるみたいなところはどっかで
あって、あ、そう、もう2回目なんではいはい、そう、そんな感じで、じゃあやるか、世代別攻略法。あ、もう行きますか。あ、なんかね、あ、そうそう、うん、スターウォーズ7合コン設定してあげたらってどういうこと。な、何、いや、合コン設定、あ、俺がか、伊佐山くんじん、マジで。え、でも伊佐山くんはその、あれは、うん、彼女はいるんですかね。いや、知らない。あ、でも今ね、伊佐山はじめを狙ってる女たちはいっぱいいるだろうねそうだよね、で、彼ちょっとあのちょっとサブカル受けしそうな、ちょっといい感じじゃない。あ、ちょっとちゃっとあの痩せててさ、なんかいい感じのね、だからその、まあ、影は、ね、なんかちょっと危ない女の人に騙されないでたらいいなみたいなこともあるけど、でもまあ、うん、騙されてもいいかなっていう気もするよね、そので、ですよね。で、あの、そっか、オファーするとかいうの面白いよね。あの、伊佐山さん呼ぶいや、あの、伊佐山さんとあの、何ですか、合コンをセッティングしてみたいな話を、それを放送する。勝手なこと言ってるよね、本当に申し訳ない。絶望に効く薬ネオそう、ね、それちょっと待って、それ伊佐山先生がモテないことを前提にしてない。そうそう、ね、それダメでしょ絶対モテるよ。そうでも漫画家の人ってやっぱり、うん、そのあんまり顔バレ してないから、うん、普段ね、いても、ああ先生みたいになるんですかね、街歩いて。なります、レイさん。なります、結構露出高いですもんね、レイさん。なんだっけ、一回アンアンで変なインタビュー受けた時に、デニーズでアンアンに出てた人ですよねとか言われて、すっごい恥ずかしかった。いや、まだそういうグループの人じゃないんだろう、ないんだけどなって。あと、そういえば工藤館とか井上武彦とかと一緒にいるとやっぱすごいね。あ、そうなんですか。あの人たちはやっぱりだから街で、あ、すいません、工藤さんですねって必ず来る。当たり前か、でも来るよね。だ、そういうの全くないから、なんか楽でいいよなと思った。伊佐山先生もだからこれからあるんだろうなとは思うけど、今はそんなにないんじゃないか、あんまり露出してないもんね。そうだね、それでどうしよう、やっちゃおうか、あの、あの世代別攻略法いく。そうしますか。なんか今日はね、なんかうだうだやりそう なんか気がするんで、まあ、バッとね、あとで、だから俺が気になることってあれだもん、あの三橋千佳子先生の話と、あのアサリちゃんの話と、あと、なんだっけ、スターウォーズ7。スターウォーズ7。スターウォーズ7がデビッド・フィンチャーにオファー出してたって話が気になるよなっていうこととか、そうそうそう。で、結局、そうそう、で、あの、J.J. エイブラムスだっけ、アルマゲドンの人がスターウォーズ7撮るんでしょ。アルマゲドンの人がスターウォーズ撮っちゃうのかみたいなのとかって、みんなどう思ってんのかなとか、そういう話もなんかちょっとしたいなという気もした。今アサリちゃん聞きたいっていうのは、あ、そう、じゃああれじゃん、三橋先生の話もしなきゃいけないじゃん三橋千佳子の、あの、知らないかな、小さな恋の物語って、1962年にスタートした漫画がもうすぐ終わるっていうで、2014年までやってたっていう、そう、終わったらしいんだよ。そうなんだよね、そうそう。で、俺漫画家なんで、その長さに驚愕っていうか。で、その三橋先生ってね、あの1941年生まれで、真珠湾攻撃の時に生まれてんだよね。パールハーバー、パールハーバーの時に生まれてて、それでまだ漫画描いてるっていう、73歳で。しかもあれ、女子高生との女子高生の話なんだ。高校で その淡い恋の話を延々ずっとやってたっていう話でパールハーバーの時に生まれた人が書く高校生、だいぶ昔の高校生。そうなの。それでなんか若い広場みたいな、そんなような、なんかよく分かんないけど、そういうやつで1961年かなんかにスタートしてる。61年。そう、ベトナム、あ、ずっと前より前ですね。あ、そう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 、ビートルズより前、ビートルズより前の女子高生の話を。そう、ビートルズより、そうそうそう、73歳だからね今ねだからそこの淡い恋の話っていうのがなんか終わるっていう話、そうっていうのと同時に、あの伝説の漫画のあさりちゃんがまだやってるっていう噂を聞いたんだけど、知ってる、あさりちゃんって。いや、まあ、アニメで見てましたけどね。あさりちゃんってアナ雪だよね。そうなんですか。そう、あの金髪のお姉さんといじめられている、そのタフな、あの妹の話っていうのが延々と続いてるんだけど、あれアナ雪じゃんって思った人いるんじゃないかなって気がするんだけどな。うん、そうそうそうそんで思ったんだけど、おいしんぼ問題、いい、いきなりおいしんぼ問題で、それで、うん、花崎先生っておいしんぼ書いてんじゃん。で、花崎先生の描く女の子って可愛いっていう話知ってる？初期のその何だっけ、栗田さんだっけ、
栗田さんね、ヒロインの顔がすごく可愛くって、で、あっちの可能性あった説っていうのがあって原崎先生が、つまりその何ていうのかな、可愛い女の子をメインにした別の話と、要するにまあその恋愛ものとかだとかラブコメとかそういったものを書ける資質があったんじゃないかってみんな言われてて、もともとがで、それがある時期においしん坊が始まっちゃって、でずっと延々行くわけ、三橋近子状態になるわけだ、それが、はいはいはい、そこで繋がったわけなんだけど、それで人気があるから、それすら幸せだよね、な人気があって続けられるのは、で、まあ、そのずっとそのそんなにだから打ち切られることもなくみたいな。だけど作家としてどうだったのかなっていうか、他にあったんじゃないか。それがだから僕らはちょっとあさりちゃんにしろ、その三橋先生にしろ、もしくはだからそのあらゆる長寿連載の人たちがあのなんかどっかで抱えながら行くっていう話なんじゃないかなと思って。うん、でなんかここへ来てなんかその。なんだろうな、続かない漫画が続かないってことにすごく苦しんでた自分も、あでもこう終わってもいいかなとか、終わるっていいかなっていうようなこともちょっとなんか感じたりなんかしてね、そうだよね、うん、って思ったりなんかして、そうで、それで あれですよ、世代別につながっていくわけですよ。なんでかっていうと、あのこの国って縦のラインよりもとにかく世代がこう横で切られてて、であのため年っていうのじゃないと分かんないみたいな話が多すぎる。そんであの例えばハイスタ、ね、30代のハイスタ、ハイスタンダードだっけ、ハイスタンダードですねでハイスタって言ってパーンと分かる世代と、なんすかそれっていうのと、あとデジモン、デジモンつっておーってなる人と、デジモンって何っていう人とのなんかその あって、それが俺示準化石だと思ってるんだけど、なんかその世代だけがこう分かってるっていうやつっていうのと、あとあの縦のラインがないよなっつって、だからあのなんつうのかな、例えば30代後半とかなるとアムラとか言われたりとか、ガングロとか言われた 人たちが今もうすぐアラフォーになろうとしてるという、うん、そう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 、あの人たちがアラフォーになろうとしてるわけで、その下とかもし 10年ぐらい後になるともうわけがわからない、知らないですよねっていう話だけど、漫画とかアニメに関して言うと前の世代の影響かっていうのがあってみたいな、そうですね、貫いてる年代記がある、うん、でジャンプクロニクルみたいなのがあって、あるある、で系譜みたいなのがあって、で君何歳からジャンプ読んでたのちょっと、あれあの時何歳だったんですよ、なんか語れる、その時のね流行りの漫画がね、そう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 、でガンダムで言ったらどことか、あそういうのがあるっていうのが他の世界だと案外なくって、音楽でも結構バサバサ切られていくっていう感じがあって、あそれであの、まあ、結構なんだろうな、昔その、浮世絵の伝統とか言ってあんじゃ絵画の伝統とかもあるんだけど、縦のラインがこうあって何派から何派みたいな、うんうん、で今残ってんのってアニメとか漫画くらいかなっていうか、その生き生きとしてまだ現役感があるっていうのはすげえそういう感じがしての、だからここで黒子につながるわけですよだそうなん、それだからこついてこれてます、すいませんでしたここに至るまでのなんかあったよねって話が、なんかこれその豊かなクールジャパンの分からなかったな、あ分かんないんだごめんごめん分かんない、あそうそうそう、あヒルネ、そうそうそう、だここで黒子だから、これで黒子はスラムダンク2なのかっていうのを許していいのか問題で、そして、流れの中でオリジナリティ自分っていうのをその伝統の中だから、第十何代役者なんとか、第十二代なんとかとかラッセンラッセンか、ね、ラッセンかバブルでしょそれ、もうラッセンはデジモン感あるよね、でもねラッセン、そうですね、ある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 、うんうん、バブルだ、うん、あラッセンの絵ラッセンもお前ふざけんなラッセン大好きみたいなラッセンが流行った時超イルカブームってあって、はいはい、俺、ま、描いてたからイルカの漫画、イルカ好きですね、もうイルカだろうと思って、うん、全然乗れなかったけど、でもそういうのはあるなアンチラッセンですか、アンチラッセンではないな、なんかだからお土産絵画っていうのはあっていいと思うんだよな、だからそのお土産絵画、あれはだからその何ていうのかな、あなるほど、あのハワイ伝統のなんかその物産品みたいな感じがあるじゃん、なんかあれって、うん、だからあれはエアブラシで描いてて、でそれどうこうっていうよりはなんかハワイ感みたいな、そこだけ限定感みたいな、あとこれバブル感もあるかなっていうさ、なんかロス出身なんですよね、よく知ってね、ありがとうね、ええラッセンロス出身で確か、あそうなんだ、まあ、なんでラッセンに詳しいの、ラッセンって言ったんですよ、うん、あ言ったんだお前好きだろいやちょっとだけ言うと、うん、ラッセンはその、うん、アメリカ、まあ、本土というか、はいはいはい、カリフォルニアとかの、うん、あの
まあ、スクールカースト、はいはいはい、だから弾かれた人なんですよ。あ、でそれで家族ごとなんか引っ越してハワイに、うんうん、でそこで好きになってきた自然とかそういうもの触れて、うん、いいやつ美しいみたいな、いいじゃん、で絵を描き始め、いいじゃない、いいじゃない、そういう、いいじゃん、でそれがバブル、日本のバブルと重なって、うんうんうん、震災の時もなんかね、絵描きに来てたりして、うん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 、なんであれをバカにするの。いや俺バカにしてないですよ。なんかだからラッセン自分でしょバカにしてる。バカにしてないよ。お土産買いが素敵やんだよな。そうだよ素敵やんだよ、ねね、そうそうそう、ないやつか、うん、そうだな、美大とか行ったからいけないんじゃないの。美大生ダメだもん、ゴッホ好きとか言うと怒られちゃうんだもん。ちなみにラッセンの、うん、あの、うん、絵の色って、うん、あの車の塗料とかで描いてるんですって。あ、じゃあやっぱりファンでしょあんた。いやファンっていうか、あ、なるほどなと。結構絵好きじゃないですか。あ、うん、あそうだね、君好きだよね。でその、ま、この、うん、あの発色ってすごくないですか。うんうんうん、だからあれは一体何だろうと思って、で聞いたら、うん、そのキュレーターの人に、うんうん、そしたらすっごい熱心に教えてくれて、うん、これ車の塗料な、うん、じゃあなんかあれだ、車にかけんじゃんラッセン。だから、ね、あ、描けますね。だから、そうか、あれか。ヤムチャでラッセンのとか、はいはいはい。じゃあ、工藤静香とか描くやつできる。できるだ。そうかそうか。あ、じゃあいろいろ、いろいろできるんだね、あの人ね。そうそうそうなんだ。まあ、ラッセンの話いいじゃん。ラッセンばっかり言ってるけど、しょうがねえな。あ、じゃあ、ラッセンは、そうだよ。まあ、バブルみたいな、そういうことだよね、要はね。だから、その世代だけみたいな感じ。うん、な感じで、で、ざっくり やるその、ちょっとだけやんない、俺絶対面白いから、ね、これ、うん。うん。で、これやろうよ。うん、はいはい。奥くん、書く、書いて。あ、じゃあ僕が。あ、そうだな。奥くん、そう、ここ。大丈夫ですか？これ、ちょっとマイクが。立つと。はいはい。あれなんで。はい。これ、どの辺がいいですか？はい、ここ。ここで、5歳からいく？2人とも立つの？あ、じゃあ、書いて、書いて、書いて。あ、はい、はい。順番で5、そう。うん、5歳？ 5 歳から？ざっくり、5歳から70まで書いちゃおうか。80でもいいんだけど、まあ。うん、5歳。うん。10歳、あ、15歳、15歳、うん、はい、うん、25歳、うん、5歳、うん、35歳、うん、45歳、うん、55歳、うん、この辺までいい、65歳、これ結構段階大丈夫だよ、大事だよね、今だから段階のど真ん中って65歳だよね、きっとね。これちなみに段階の世代の人って見てるんですかね。多分見てないな。あ、段階の世代の人いますか。じゃいないだろ、そら。だからいや、だからもう、あ、ここはさ、あれじゃないの、あのこの辺の人たちがこの辺の人たちとどうつながるかみたいなさ、はいはいはい、だからそのなんていうの、わけわかんないと思うんだよね、もうこの辺になってくると、その何を考えてるかわかんない、大人っていうか、なんかおっさんとかさ、おばさんとかになっちゃうけど、これこの明確な違いがありますよっていう、こう45と55っていう、うん、そういうことだよね、うん、なんでちょっとざっくりと解説、じゃちょっとざっくりとしていくか、はい、うん、で、どこじゃあ面白いからこれ、はい、これに行くか、こう15歳のセカオワって書いてよ、まず15歳のセカオワね、セカオワ世界の終わりですよ、せ間違った、お前大丈夫か。奥くんはやる、ちょっと最近までイスラムだったからな、いやいや、まあまあ、うんうん、セカオワ、うん、はい、うん、15歳のセカオワで25歳バンプ、バンプ、これバンプ、バンプオブチキンですね、大好きっていうね、うん、そうそう、で35歳これガンズでしょ、そうでしょ、ガンズでしょ、ガンズですね、うん、ここは日本なのにガンズなんだ。いやだからここをどうするか、でここはハイスタなのか、いやハイスタは30、このそうここなんですよね、そう、うん、で35がガンズなんだよ、でこの25歳バンプか25歳バンプかな、じゃあいいよ、じゃあだったらユニコーン、35歳のユニコーンもあるかもね、ちょっと待って、ブランキーでもちょっとなんか、うん、まあ、ユニコーン、うん、バンプアラサーじゃね、うお来た、ミッシェル、え、じゃあキャリーパンプは、え、これキャリーはこの辺にいるでしょ、15だろうね、うん、キャリーだろう、うん、だえバップとアジカンだと思うんだよな、34だけどピンとこねえ、声優オタなもんで、あ、じゃあ それも行くみたいな、それも行く、あ、でもそれ、うん、うん、まあ、40ブルーハーツありだよね、あれだよね、とりあえず聞いて、これ35がグレー、3秒のあるけど、もう完全にそうだよね、35はボーイじゃないよね、うん、まあいいえ、はい、45で45なんですけど、ボーイでいいと思います、ボーイでいい、あ、というか、うん、これレイジさんいくつでしたっけ、
俺が今48で、あ、そう、これみんなに言っとかなきゃいけないんだけど、おっくんと俺あれだけどね、あの15離れてるからね。そうですね。そう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 、俺48だからね。そう、48で、あの、あれもフィフが見えてますからね。で、あの ボーイでいいんじゃなくて、 ここは俺ちょっと世代的に詳しすぎるんで、そうそうなの、アラフィフなんだよ俺。そうなんだよ。それで俺ってあれだよ、あの、なんだっけ、大槻健二とか奥田民生とかと一緒だからね。そのあと太田光とか、ね、それはどうでもいいや。でそれで55歳、はい、これがちょっと面白い、はい、あの、え、なんだっけ55歳誰だ、なんだっけ、あの、何したっけ、拓郎なんだけど、はいはいはい、拓郎でいいか、拓郎、うん、吉田拓郎なんじゃないかなと思うんだけどな、うん、俺桑田じゃなくて、桑田はもうちょっと広くなっちゃうんで、あ、桑田はこの世代のみこういっちゃうんだよ、うん、桑田じゃない、そうだから、あ、いいや、この世代のみ飲み感っていうと吉田拓郎、拓郎だとグレーになっちゃうな。南こうせつっていうのもあるんだけど、55歳って、まあ、そうそうそう、岡田さん、そう、ここ浜松はどこ、浜松この辺、 40代半ばぐらい、最後ひばりかな、あ、うわ、さすが、その通り、その通り、そう、サザンはこう縦、そうそう、ニューミュージックフォークこの辺、そう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 、その通り、そうで、65歳はだから段階なんで、でもうね、ざっくりもううるさいと思う、ここいろいろと、うん、まあ、ビートルズって時は問題ないでしょ。ああ、なるほどね、ビートルズね、うん、で、ビートルズって全部じゃんって言うけど、この人たちはもうあれじゃん、見てたんじゃん、武道館で大騒ぎしてたじゃんっていう話で、うん、で、まあ、ストーンズ派と別れてワーワー言ってたみたいな、山下達、うん、だからそのニューミュージックとかその、あの AOR とかこの辺になってくるんじゃないかなっていうのがあって、そうで、ざっくり面白いのがここに学生運動のラインがあって、ね、皆さん大好きな富野さんはこっちです。だここ、そうそう、で、ね、皆さん大好きなあれだよ、あの人たち、安野さんはこっち側になるんだよね。あ、富野庵のラインですね。だ、富野庵のライン、ここと、ここね、それをあえて言えば、だ、マクロスが多分ここに入ってくると、あ、そう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 、富野マクロス庵野になるわけじゃん。すいません、いろいろとごめんなさい。でここに行くとそういうの聞かれるよねって話で、こういう話すげえ面白いよなっていうことなんだわ。そう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 、何でも壊したい段階の世代。あ、そうそうそう、早尾さん、そうそうそう、早尾さんだから段階マインドだから風立ちになるわけよ。あ、そうそう、 だからこれ段階マインドはやっぱり面白い。 なんでかっていうと、なんか殴り合いしてたんで、ちゃんと。でこの人たちはでも戦争知らない、だから本当もっと面白いのはもっとこの下で、水木先生とか手塚先生とか実際にこう焼夷弾振ってると見てる人たちっていうのが、本当になんていうのかな、熱い表現とか痛みとかをかける人たちっていうか、で それでこの段階世代を彼らはまだそんなぬるいなって言ってたっていう時代が、まあ、あると。でそれで段階は革命するって言ってダメだったじゃん、ダッセーよなっていう世代からこっからこういく、だから50代岡田さんとか安野さんとか島本さんとか、なんかこう優しい感じがする、優しいんだよこの人たち。なんでかっつうと、もう戦うの嫌なのこの人たち。だから意外と50代の人っていうのは、明石家さんもそうなんだけど、とっつきやすいっつうか、そう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 、そうだね、だから、あ、作家なら春木屋龍だね。あそう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 、あ、だから、春木屋龍は段階を高校時代に見てて、で学生運動をで、あの、もういいよそれダセーからって、だからあの糸井さんは参加してたんだけど、ダサいからこっち側に寄った人たちで、結構段階ユダっていうのがこ その段階ユダっていう、だからその段階ユダ、段階の裏切り者みたいな人たちがその後の世代を引っ張っていくって、それの代表格が YMO だし糸井さんだし、だからそのいわゆるネオ若って言われる先頭ラインの人たちがこの辺りに今集中してるんだけど、おしゃれみたいになるわけ、こっからで、こっからダッサーみたいになるわけ。ここを結構すごいんだよね、ここのラインがすごい、このラインすごいんだ、ここを意識して話を聞けばいいんで、富野ラインね、富野ライン、でもみんな大好き富野ライン、だからデーモン閣下はどこですか、デーモン閣下この辺ちょうど見て、優しいあの人、いやでもあれ10万え10万50歳ぐらいですよね、ああああいうこと言いそうな感じ、富野さんふざけんな整合性が合ってないとか言って怒られちゃう感じなんで、うん、そうなんです、そこがこの話絶対面白いよね、やばいよね、だから止まんないよね。でそれでこの俺はだからこの50代と仲良くなろうと思ったら旅の話をしてほしいんだよね、この人たちはだから旅面白い、自分探し世代なんだよね、ディスカバージャパンとか言って、で俺たちの旅とか、そしてここはフォークギター4畳半っていうのメインで、でしかも時代は70年代でものすごく暗くなっていくっていうんだけど、面白いことあるよねっつってガーッとこの辺でもうこうなんか熱がこう溜まってって爆発していく。でここざっくり言いますけど、多分ね昭和で言うと39年
から40年にラインが引かれると思うんだけど、そのほのぼのラインからバカっていうラインが、だバブル世代のこの辺りにあるんだけど、バブル世代ってバカなんだよね。こっからバカが始まるので、 バブルのその最初の世代はまあ俺らの世代なんだけど、そう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 、まあ、あ、うん、あ、こっちがバカ、そうそうそう、でここほのぼのごめんね書きづらいこの距離、そうかごめん、そうそう、ほのぼのなの、ここほのぼの、ほのぼのなの、四畳半だから、そう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 、そうで、しかもここの人たちは趣味だな、趣味が好きなの、だからオタクの最初の世代だから、ファースト世代だから趣味大好きでね、で政治的なことっていいよって言い出すわけだから、まあ、ここでその政治的なことはダサいですよってなって、うん、俺みたいなやつ困るわけだよ、社会変えたいとか思ってるやつはもうこのノリについていけなくなる、でこれがさらにこうなんつうかな、 その40代はどうなってるかっていうと、もうバカじゃないとかっこ悪いよって言われるラインになってくる、ナンセンスってことですか、最初ねバカを装うの、うん、でその後本物のバカになっていくんだけど、その本物のバカになるのは今の40歳ぐらい、あのね、あの人たち、ね、トンネルズのファンの人たちだから、トンネルズ世代だから、おにゃんこ見てた人たち、あのねそうやって今で言うとね、バナナマンとかあの辺の人たち、土田さんとか、はいはい、あの辺がこの辺りなんだけど、とにかくもうバカ騒ぎして OK だよっつって、でバカを装ってたのが本格的なバカになっていくっていうのがこの辺りなんだけど、でこれがこの辺りの影響下にあるのがホリエモンとかなの、だからホリエモンとかがその高校生ぐらいにこれ見てたんで、フジテレビ欲しくなっちゃった、そういう流れは絶対に背後にあるよなって、だからここなんでかっていうと、ここ楽しそうだったの、なんでかっていうとバブルだから、でそれを地方で見てた中学生とかが羨ましかったっていうのはこの上からの世代、ガンズで、ここは段階ジュニアなの、ここで段階の子供たちだから、まあラジカルだよね、教育もラジカルな、割と何でも OK みたいなところに自由なんだよね、この上はね戦後民主主義世代ってね、手塚先生の世代でね、割とちゃんとしてんだよ、割とここら辺までは親が、この世代になると親がもうフリーセックスとか言い出してる人たちの子供たちなの、だからヒッピーの子供たち、そうヒッピーの子供、ヒッピーチルドレン、うん、だからこの頃って本当に古着が流行る、でバブル崩壊に乗っかるみたいな感じ、うん、っていう感じになってくるんで、でここがここをちょっと君はちょっとこの上ぐらいでしょ、まあ、ここですね、で僕はね、うん、で段階ジュニアはめちゃめちゃ面白い、何が面白いって、まあ渋谷だしチーマーだし暴力だしかかと落としだし、あのそれでなんかそのまあエイベックスが始まるわけだよね、ここからね、そんな渋谷系とか言われたりなんか、そなんか結構ワイルドでギャルが始まるみたいな感じっていうのが、このラインなんて言うんですか、ここだんだん詰めていこうか、うん、ざっくり いってっていう、一個ずつライン作っていこうか、いやもうできてますけど、あのその名前をなんとか層とか言って、うん、あの恐竜が滅んだら KT 層って言うじゃん、 あんな感じでそのなんかそのあるかなと思って、多分これいろんなところでラインが引かれてるんじゃないかなとかって、いわゆる氷河期世代、あ氷河期世代はこの上です、だからロスジネとか言われて、今そのなんかいろいろ喋ったりとか、ロンダンとか言われる人たちがこの30のその5から上、この辺りにちょうどいる、だから段階ジュニアには意外と少なくって、あグランジ層分かる、その通りグランジだね、だからアメカジとか、でも結局ガンズ層なんだ、そうえアラサはロスジェネなの、あ、ロスジェネはね、アラサのちょい上ぐらいになるのかな、だからかエヴァ世代じゃないかな、まあ多分そうだ、まあエヴァ世代とロスジェネってそ、これ5刻みにしてほしかったら確かに、そう、あでそれでその30代中心にこれからやります、ざっくりやるって長いよね、ごめんごめん、ちなみにここは、はい、ゲラゲラポーって書こう、ゲラゲラポー、はいはい、ゲラ、じゃあ 5歳はゲラゲラポー、ゲラゲラ、ゲラポー、はい、ゲラゲラポー入りました、ここで決まりました、5歳はとりあえず今んとこね、あのゲラゲラポーですね、はいはい、そうそうそう、で現在だからここの15から25のラインっていうのがこのどこに線が引っ張ってるかっていうのが、うんうん、なかなか難しくって、ここね、うん、それでなんでかっつうと、そのなんだろうかな、あんまりこの結果が出てこないというか、何が、思い出になってるか、自分を作ったかみたいな例えばその辺かなと思うんだけど、うん、うん、15ってボカロ世代、あそうかもね、でもボカロ、でも最近ボカロが受けなくなってる、ゆとりってこの辺なんじゃないかなという気がする、ゆとりここでしょ、うん、ネット系もこの辺だ、これゆとりでしょ、うん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 、なんとざっくりざっくりだよ、あ黒子が始まる気がしないって言ってたね、そうだねやべえやべえ、あそうそんだな、そうだな、で、うん、でまあこの辺まあちょっとまあ、うん、これはちょっと特集というか、うん、話でかすぎる、まあまあざっくりそうなんか言ったんだけど、だからこれの何ていうの、例えば45歳の人がいたらボーイ聞いてましたって聞けば、好きでした、35歳ガンズやばかったっすよねって言ったら、もうそれでも話盛り上がっちゃうよって話なんだけど、うん、もっともっとできるんで、
ね、じゃあ後半番組後半にあのこれの30代そうで今日のメインはここなんですね。そうですそうですそうです。ここそう、まあもしくはここそう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 。でそれは、まあ、黒子つながりになるかなっていう、うん、でここがなんで大事かというか、うん、メインになってくるかっていうと、うん、まあその作者の藤巻さんの年齢っていうのもまあ一つキーですよね。32歳、82年、うん、あれ32歳、うん、エヴァゼロの得意性は異常そうか、うんうん、そう、まあそのあたりだよね。ガンズ&ローゼスですよ、うん、あそうです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 、そう、あそう 30歳の人はだからよく話が分かるんじゃないかな。だからその藤巻さんのメンタリティっていうのはどんな時代か背景から生まれてきたのかっていうのがなしじゃない、これなしにはちょっと黒く語れないよなっていうところはあった。で26だけどエヴァ大好きだよっていうのはそのあれですよね。何、うん、結局リアルタイムかどうかっていう話なんですよね、これは。あまあそう ね、リアルタイムにセカオワ、うん、バンプ、ガンズ、ボーイっていうかその全盛期というか、うん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 、そういう意味でこうざっくり分けて、ざっくりもっともっとできるんだけど、これちょっと待って、ガンズかみたいな、そうだよね、わ、うん、かるわかる、それは、ね、ります、それは特にわかるな、うん、ここだってアムロにしたって別にいいんだもん、うん、それとかあとあれだよ、35歳の宇多田ヒカルって言ったって全然 OK だと思わない、ガンズレッチリミスタービンク、レッチリミスだから、うん、それを言ったらそうだし、でもボンジョビヒカル宇多田は外せなくね、え君はメタルだけど、そうだからあのそういうの言ったら、そうどこから小室だから ABEX ラインでこう引っ切ってくる、これが関東圏に絞った話になる、シャナナナナ、そうそうそう、まあいいやあそうそうそう、軽音は全然ありだと思うね、そう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 、でもハイスターやっぱりそうだよね、30歳にハイスターっていうのは全然ある、いやあの関東圏に絞った話じゃないですよね。あーとか奥君は ちなみに和歌山なんで、あの皆さんよろしくお願いします、うん、だからその関西もキリがなくなる、あすいませんごめんなさいね。じゃあまあこんなとこであのな、あのとりあえず一旦黒子行くか、うん、よしよしよし、で黒子行っちゃおう、黒子のバスケ問題、はいはい、よし特集黒子、あよしこれで30分ちょい行っちゃった、やばいねやばい時間早いな、よし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 、いやしかし本当に今日は神回になるはず、いや頑張るよ、ていうかまあなんていうの、読んだら奥ファンになってるしね、もうね早くもファンというかね、君好きだよね、あの前回 の、うん、あの進撃の巨人のその、うんうん、反動というか、うんうん、からこれ黒子のバスケに入ると、うん、なんかものすっごい楽、うん、まあ爽やか、うん、うんうん、もうね、うん、お約束しかなくて、うんうんうん、最高ですよね、もう楽しんじゃえ、うん、祭りだぜみたいな、うん、これをだから、うんうん、ねど、うん、どうですか、俺だから多分それ俺最後リア充の匂いがする、うん、するまあするね、うん、するけど、うん、いや君のその感じた、うん、その楽爽快感つうか楽な感じ楽違ったっけ、安西先生出る、安西先生出ないよね、安西先生みたいなことを言ったりはするかな、だからそこなんだけど、それをガンガンやっていこうか、うん、あのスラムダンクとの比較っていうか、まあ、それあんまり露骨になんか言うのもなんかなと思ったけど、じゃあ一個ずついくか、ということでまずアンケートを取りますか、あはいはいはい、同時にじゃあお願いします、はいはい、アンケートをちょっと初めてやってみるんですけども、うん、黒子のバスケを読んだことがある1ある2ない皆さんどうぞ、何分以内とか、いやもう絶対になりました、はい、ないんだ、あマジでないです、読んでね、全然読んでね、アニメ見たはあるにしてもらっていいかな、うん、アニメはある、うん、そっか、アニメ一期のみだ、まあそうなんだ、黄金期じゃないからね、そうなんだ、そうなんだ、だって匂いが、おそうなんだ、結構ディスる人いるんだね、事件で名前知っただけ、そうなんだ、アンケート出しましょうか、そうなの、はいアンケート出します、あジャンプ読んだらそうなんだ、アンケート出します、嘘だろ、22代だけど読んだことないの、マジでそうなの、女が読んでる、あそうかそうかそうか、人気ないの、嘘だろ、だってすごいすごいはずだよね、社会現象でしょ、違うの、いやだからあの事件が社会現象になった、そうなんだ、はあ、そうなんだ、けど漫画自体はそこまで、あそうなんだ、だって20代の番組じゃないでしょここ、あそうだよね、ありがとうございます、あなるほどうんうんうん、そうだねそうだね、あそうだね、あなるほどね、ラーメン屋で1話2話読むレベルとかって、あそんな感じなんだ、うん、ラピュタみんな見てるよ、ごめんね
見るよ見るよそのうち待ってて本当に。そして話をするよ。26だけどすげえどうでもよかった。あ、そうなんだ。あ、まずまあ俺見る前の印象っていうのはもうざっくりなんだけど、あのテニプリ系だろうなと思ってたんだよね。それとあとなんかちっちゃい、背の低い選手が話なんとかな、主人公だって言うんで、だからそのなんつうの初めの一歩系とか。これ30代のおっさん向け番組でしょうが。あ、そうだったの。そうだ、そう決まってん。だったら気が楽だぜ。そうだ、ね、したら話しやすいじゃん。うん。うん、したらよし行くぞおっさん。じゃあおっさん行くぞ。したら俺はカメレオンだと思ったからねとか言ってもう大丈夫なわけでしょ。ね、そうだよね。したらそういうメソッドかなと思ったんで、それでまあ最初のだから俺あのね、まず最初に言っちゃうけど、連載1回目の最初の4ページっていうのは20代の女子見てるって。ありがとうございます。最初の3ページあのなんだっけ連載のっていうのがまずね、つかみでねものすごい大事だ。はいはい、で連載企画で一発目でネーム出す時に何が大事かっていうと、まず例えば肩起こしで、肩起こしってこういうみたいなこう雑誌こうやって開く時にこの、まずこう引きになるページみたいなのがあって、これでめくりがバーンってなる。でセリフ、あ、だからこれなんだ、これ出しちゃいけないのかな。まあそう、そんなダメなの。ちょっと待って、書くなんか書いて、めんどくさいことになったら嫌だもんね。これ1ページ目で、あ、じゃあ2、3だとすんじゃん、見開き1ページ目があって、で見開きになるっていう、でこれでタイトルコールみたいな、バーンとこのこのバスケみたいな、こうなるとここにまず最初にこうカラーページがあるわけで、もう1ページカラーページがつくわけなんだよ。うん、でこの4ページのカラーページでどれだけ面白くなるかっていうのがまず第一に試されるの。だからネームで一番大変なのがまずここなので、しかも連載1回目だとワクワクさせなきゃいけないし、しかもちょっとなんかこうフックになる何かがなきゃいけないしみたいな。でそれでここをできたら見開きにしたいしっていう、そうするとあんまり情報量入れられない。だからここによくあるのは、西暦何年何とか何とかどこどことか言ってこうなってってゴゴゴゴゴゴみたいな感じの雰囲気でボーンって持ってくるパターン、これが意外と多いな。あとはなんか何とかが封印されたというとか言うんですか。とかもしくはなんか何とかの邪悪なる何とかが出たのであるみたいなやつからこう行くって、結構これは逃げな場合もあるんだな。でここからこうここバーンって始まるんだけど、でしょうか。そんでなんだよ、何なんか突っ込まれた、北斗の拳の話ですかって。あ、いや、まあメソッドってやつだよねこれね。そうそう、それでこれで言うとね、黒子のねこのね冒頭3ページっていうのはなかなか神がかってて、で何が神がかってるかというと、まあ最初にその奇跡の世代って言われるのがいると、ボーンと。そんでそのそれに中に入れなかった6番目のやつがいると、ドーンと。そうするとここでまず何が言われるかっていうと、いや、ね、そうだね、まあいい、あの天才のそばにいながら影になってたやつがいるっていうのは、つまりルーザー、その、まあ傷ついたものがいるっていうサインなんだよ。そうするとそれどういうことかっていうと、天才のそばにいた大変だったろうな、俺みたいだな、辛いだろうなっていう読者の結構その辛い気持ちに乗っかれるっていう、そのまず1回目のライドになるんだけど、でそこからバスケモノだよっていうのも分かってて、それでここ黒子のバスケした時にここ大事なのが この辺から子供、あ、じゃあ、あの顔がこうあるんだけど上から見てんだよね、ちっちゃいですよっていうのをまずバンと出すで、バスケちっちゃい、そして天才に囲まれてたっていうのをこれだけで全部するでしょ。ほー、で説明しちゃうっていう、これはどんだけネームにかかったかなって話なんだよね。で歴史遡ると2006年から8年9年ぐらいまで、まあ2年間ぐらいかけてこのネーム作ってるっぽいな、どうも。で進撃なんかもなんかそれくらいかかってるんだけど、なんか絵が上手くなるまで担当と随分やり合ったらしいんだよね、進撃はね。で黒子も多分ね相当やってる、これは。でここまで持ってって始まると、それで面白かったのがこのすぐ次に出てくるのがあれですよ、主人公 あのもう一人の相方になる鏡大河なんだけど、鏡大河がまず冒頭で何を言うかっていうと、アメリカじゃさって話なんだよ。鏡大河はアメリカ帰りなんだよ。はい、皆さん覚え出してくださいね、ルカワ君はどこに行ってます、最後。おっと2ですかこれって話でしょ。ルカワは最後スラムダンクの後で俺アメリカ行くからっつっていう話をずっとしてるんです、最後の方に。でアメリカ帰りなの。だけどキャラクターの性質っていうのはとっても花道っぽいっていう、
だからその花道とルカが乗っかったキャラクターがボーンと冒頭に登場するんだけど、黒子のキャラクターはスラムダンクには出てない。それが前にあるわけ。だからここでもうこの冒頭4ページ数ページで、あの俺あの井上さん俺あと継ぎますよっていうコールが聞こえる気がするわけよこれ。でこれはスラムダンク信者の人たちも悪い気はしない感じがするし、俺としてもだからその向こう側を書くぞっていうこの宣言にもちょっと見えるなと思って、あここ冒頭で結構やるなと思った。でその後にそのお約束のやつで、あのなんだっけ、新入生歓迎の勧誘みたいなのがわーってなって、あれでも一気に日常感、そしてあこういうのあるよねっつって学園もの感みたいなわーっつって、でそれでまあ一旦こう、まあ、そのみんなの世界に下ろしてってっていうふうにして、でそこからまあ物語が始まっていくんだけど、まあ、実にこうなのかな。で印象としては巧みだよねっていう。でそのここでなんですけど、うん、ちょっとさっき知らないっていう人が、はいはいはい、読んだことないっていうか 66% いたんで、これざっくり、うん、なんかストーリーというか、うん、どういう話なのかっていうのをこれ言った方がいいですか、それとも読みたいから伏せといた方がいいですか。あじゃあ簡単に説明すると、あの小さいバスケをやるのには小さいっていうのはもう致命的なんだけど、背が小さいけど活躍する主人公で、その小さい主人公は影となって他のプレイヤーを生かすことによって勝利に導くって話で、それだからどうなるかっていうと、とってもワイルドな相棒とそれから黒子っていう小さいやつがコンビを組むっていうか、要するにバディものになるわけだよね。だからコンビを組むことによって勝利を目指すっていう、そうだから黒子だから黒子に徹するよっていうことなんだけど、実はその、これはジャンプメソッドでも一つあるんだけど、要するに、普通だったら弱点になるものが、弱点じゃなくて本当はその強みになりますよ。でこれはどういうことかというと影が薄いっていうところがポイントで、影が薄いイコールダメなやつじゃなくて、影が薄いとみんなに見つからないから、バスケコートのどこにいるか分かんなくって、それでプレーが全く見えなくってっていう、そういう展開になっていく。だからこれはまああれだよね、そのジャンプメソッドで言うとあの巻き場とかいろいろあるじゃん、あのその能力が一見なさそうなのが実はその価値なんだよみたいなことをずっと言ってきた歴史の中の流れの中にあるなって、それを短所が個性ということですね。そう、短所が個性だし短所が武器であるっていう、そして そのそこに何とかな、読んでる人にそのなんかこう希望を与えるっていう形っていうか、うでもう一つが、まあ、そのルカワ花道の魂をこう継いだ主人公がそれとバディを組んでいこうっていう話っていうのがまずメインであるっていうことね。これは、うん、あの色分け問題ね、はいはい、レンジャーものっていう、ああそのだからそうそれなんだよね。それでまずそうだな、 そこの話どっから行こうかな。進撃より癒されそう、それは本当にそう、それはそうなんだよ、そうなんだよ、うんうん、非常に爽やかですよね。うん、爽やか、うんうん、だからでよくその、大振りに近い、まあ大振りか、あでも多分メソッドとしてはそれは俺よく分かんないけど、多分そのある種のある種のそのくくり、今ダイヤのエースとか配球とかあるけど、多分そういうのじゃないかなとは。そのピンク好き、ピンク出てこないんだよね、 なぜかっていうと、ね、はいはい、女が出てこないんです。それはどうなの奥は。いやだからいいんですよ、うん、これは、はい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 、だからみんな女子がくっつくんだなと、はい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 、いう話なんですよね。そう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 、そうだね、うん、あそう桃井さんピンクやん、まあ、そうなんだけど、うん、そのなんちゅうのかな、なんもすっかりファントークだな。いやいや、うん、じゃあまあまあまあ、はいはいはい、うん、そんでまあその何かな、奇跡の世代と言われる超エリート軍団の中にいた、あの影になってた男っていうのが、今度単独で学校に別の高校に入っていく。中学時代は影だったのが、たあの天才集団と一緒にいたのが、こう高校に普通の高校に入ると。でそこで出会ったアメリカ帰りのやつを組むっていうのは、これでそして彼は何のためにやるかっていうと、そのかつてのチームメイトだった5人を倒すためっていう復讐劇っていうのが一つのラインに入ってくるっていうのかな、うん、でね、ここでやっぱりその、まあ、先に言っちゃうけど、テーマとして大きいのが個人主義の克服なんだよね。だから勝利するっていう話、そこ勝つっていうことについて話がずっといくんだけど、なんかこう、スラムダンクになかなか出てこなかった勝利するっていうところで終わらない勝利の質についての物語っていうところがあって、勝利とは何かっていう時に、なんつうのかな、勝利の質についてのテーマがね4巻から出てくるんだけどね、あのね、一人でエゴで勝ってもあのつまんないだろうと、あの協力し合って勝利を分かち合えなかったら
勝ったって意味ないじゃんっていう、その勝つって勝利に意味はあるのか、そうそうそう、ね、でしかも勝利は絶対に最初から決まってるんだって何回もあるんだよね、何回も繰り返す繰り返して、俺たちは勝つって決まってるからさっていう、その負けるってこと言わないっていうのがあるんだけど、それでしかも途中から勝つことは当たり前、しかも頂上までの景色を見たいじゃないかってこの余裕っていうの、っていうことだよね。でそのそう友情勝利努力っていうことを、うん、はいはいはい、ここまで、うん、なんて言うんでしょう、ピュアに突き詰めた漫画っていうのがなかなか新鮮ですよね、うんうん、久しぶりに。そうだね、うん、まああんまりちょっとなんかこう斜めになってきたなっていう感じが。でそこに敗北と挫折があるんですけ ど、うん、逆境ないんかよ、はいはい、なるほどなるほど、はいはいはい、うんね、ね、はい、そうだね、うん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 、何敗北と挫折があるのに、いやいや敗北と挫折もあるし、うん、そのなんて、うん、もう50分、やべやべあ、すいません早いな、すいません、すぐ時間忘れちゃうんで、はいはいはい、ちょっと、はい、じゃあちょっと早めにちょっと後半またしっかりとその、あ、止まった、ね、話をしますけど、でね、その面白いのが個人主義、要するに俺さえっていう風に行くんだけど、スラムダンクの中でもその ざっくりとチームプレーとかって当たり前のように協力するってことになってるの、前提として協力するってのあるんだよ。でその中で俺が試合に出たいとかふんぬーとかやるんだけど、なんか基本的にそこに焦点は当たってないで、だけど天才でクールで一人こうなんとかな、エゴイストティックなプレイヤーのルカワが最後花道にパスを渡すところで物語が終わってるよね、うん、だからそのそのルカワが実はその黒子にちょうどやっぱつながっていくっていうね。だ実はだからその今日は前編で終わりかなって言われてますけどやべ、そうなんだよ、そう、 そう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 なんだよね、うん、でこれ言っていい、上智の話していい、ちょっとちょっと待って、あ、うん、どうしようかなこれ、うん、どこまでやるかって話、うん、うん、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう、うん、やっちゃう、もう今日ね全部言います、言っちゃう、山田玲二のヤングサンデー、今日クロコのバスケスペシャル、つうかもうつうかせっかく読んできたし、なんかいろいろとだからそんなにそのひどい作品じゃないんだよな、だからいい作品だったから言いたいこといっぱいあるっていうことかな、なんかだからずっと頑張ってるなと思ったんでっていうのがあって、でね、その上智でその主人公じゃない作者の藤巻先生が上智で出身だっつって、まあいろいろと言われてるんだけど、なんつうのかな、全体的にね、なんかね、その知性的、はっきり言ってソフィアユニバーシティだからね、何しろね、でね、そのね、それがもう一個ね、言い方を変えるとね、なんかね、数学的っていうかで、上品っていう意味はあるんだけど、それでちょっと逆に汗と泥の匂いがしないっていう、でそれでなんかその、あんまり特訓してる感がないっていう、でその背後にまたその、いくつか思い浮かんじ、想像しちゃうんだけど、親が出てこない、それから、なんていうかな、地方が出てこない、で彼は東京出身らしくって、でなんかそのあらゆる意味で泥臭くないっていうか、でそれでなんか割と人間関係が閉鎖的っていうかっていうね、それ前の世代も出てこないっていうかね、でそれで出てくるのがその中学時代と高校時代だけになってくるっていう、でこれはねやっぱ受験時代大変だったんじゃないかなって思っちゃうんだよね、どうしてもね、で暗黒の中学時代、暗黒の受験時代みたいな風に俺はどうしてもそのなんか見えてきちゃうっていうか、でそれはどういうことかっていうと、中学時代はみんなエゴイスティックでやってて協力してなかったって、それはそうだよね、だから受験勉強の暗黒さみたいなものがどうも乗っかっちゃってる気がするんだよね、それでそれが違うだろうっつって、同じだからここがまた面白いんだけど、合格してるからこそ勝つのが当たり前提みたいな感じにも感じてくるんだけどっていうような、なんか匂いがもうなんかすごくするっていう、でここが女子受けする一つのポイントでもあるよね、だから勝ってんだよね彼は、だから藤巻先生ってね勝ってきたんだと思うんだよね、でだけど勝つてつらかった、で勝つてつらかった人が今勝ったっていうところからまあ言ってるんで、キャラクター全体がみんな自信に満ち溢れてる、で特に黒子さんがまあぶれない、何があってもぶれない、黒子はね、くじけたりもするんだけど、うん、ぶれないよ、うん、で小さいけどぶれないっていう、そうすごい努力するんです、そう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 、だからなんかだからそこもすごいなんか実に優等生感があるっていうか、うん、なんていうのかな、その育ちの良さ感っていうのがあるなっていう感じが、育ちの良さもあるし、育ちがいいよね、黒子の家族とかが一切出ないんだよね、うん、そうそうそう、うん、一体こいつはどういうね、幼少期を送ってきたのかとか、うん、そういうのはまあ一切考えさせないような構成になってて、そう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 なんだよね、うん、でそこがなんか前の世代 の, ブラあの
スラムダンクとかは結構あの人は鹿児島の人なんで割とその空気感が開けてるっていうか開放的、うんうん、だから地方 の、高校生とかの部活動の時の空の広さとか汗とかせからその中の学校外歩いてるとかっていうのが結構こうパーッと開けてるんで、ね、あれはだから彼の原風景が開けてるんだと思うんだよね。だけど黒子になるとなんていうのかな結構バーチャルな空が見えてくるっていう感じがする、うん、そうだからそこで一旦ここで練習してますって言ってんだけど本当に練習してる感じがしないとかしないんすよ。それとかなんか特訓のね特訓とかも特訓もその特訓してるのを地道に描くんじゃなくって、うんうん、特訓します、うん、今日3倍みたいな、みたいな、うん、でも頑張りましたみたいな、うん、そうショートカットそう、で、それでなんで OK かっていう話なんですよ、うん、そうそうでこれで世代論に行くんですよ。で、OK なんでしょ、OK は OK なんですよ。これすんなり、うん、あそういうことねっていうことで次に読めるんです、うん、で汗臭さなくていいんですよ。いいんだよね。で、うん、なんでそういう風にしてるかっていう話なんですけど、うん、ここに世代論が関わってくるんですよ。思うね、それはね。で、それの話をするための世代論だったので、そうなの？ここ、引っ張るための世代論じゃなくて、はいはいはい、今日のメイン、世代論と黒子のバスケのね、はいはい、あれなんで。うんうんうんそうでそこで多分ね出てくるのがね、あのねミクスチャー世代、ヒップホップ世代、そう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 、だから前の世代が作ったもののコンテンツを普通に利用していいよね、それをそのどれを選択するっていうことがセンスだし、それがクリエイティビティだっていう前提に立ってるから、そうなんですね、だから、うん、サンプリング世代、まさにそう、アレンジ世代だし、そうそうそう、もうアーカイブがむちゃくちゃあるから、うん、もうあらゆるスポーツ漫画のいいとこ取りなんですよね、うん、そうそうそう、でそれで絵をこういうふうに見やすく洗練して、うん、でまあ全員美形、そうブサイクなやつが全然いない、そうそうそう、正しいイケメンに限る、そうそう、正しいイケメンにパロディ、うん、そう、うん、これなんですよね、うん、パロディとオマージュの違いなんですよ、これは。なんかね、どっちでもない感じがするね。どっちでもパロディはそうなん、どっちでもないんじゃなくて、うん、そのアフベヘンなんですよ、これ。ああ、そうかもしれないね。うんうん、でパロディっていうのは若干批判的でしょ。そうそうそう。でもそうじゃなくて、でもギャグにも愛はあるよね。使ったりするんですよね。ああそうだね、うん、ああだからうん、でもそんなに入ってないかなっていう、ただなんかもうむしろなんかな無意識に入ってきて、で無意識に出てきちゃうものは OK にしてる感じはする、うんうんうん、だからなんかそれくらい読み込んでんだろうなと思うし、だ小回りにしろ何にしろ構成にしろ、でそこでものすごくすごく似たものになっちゃったけど、まあいいか、だって好きなんだもんっていうところで、そこにリスペクトはあるのかいっていういい質問が来たんですけど、ね、これめちゃくちゃあると思うんですよ、あるんじゃない、うん、すごいそれ感じたんですけど、うんうん、ちょっとそれみんなどうかなとは思うんですけど、読んでないっていうんで読んでみてね、似ちゃうというリスクもある、あるんですよ。だからここがうまいとこなんですよね、うんうん、似ちゃうんだけどいいとこは似せて、うん、ちょっと似すさせ似せさせすぎるとダメだな。オークそろそろで無力部分がやばいから、ということでこんな感じで、うん、後半もやる、後半に突入なんですけど、ちょっとその前に言いたいのが、スラムダンクって元はドカベンなんだよね。でドカベンからのジャンプ、そのまさにジャンプなんだけど、がスラムダンクを生んでるんだよね。でそっかで、これがもしその黒子がスラムダンクからのジャンプなんだったら、またこう全く別な質になってるっていうか、むしろバージョンアップになってるっていうのと、あとはそうですね、ここでということで続きはこの後会員さんになってください、すいません、もうこっからまた真剣にやってます、ね、で次回10月15日、はいはい、そしてハチミツとクローバーやりますから、今度は次回はハチミツとクローバーです、はいはい、でレイさんの単行本が発売なので、はいはい、モテる女は罪であるという、あモテない女は罪である、モテないそりゃそうだ、モテない女は罪であるそれを関連したハチクロと女の女性のモテるっていう問題を、はい、紐解いていこうかなと思ってます、はいはい、いろいろ謝りながら、ということで後半お待ちしております、はいはい、よし、ちなみにありますよ、じゃあ一回終わり